声の三重県だより、県政だより三重、4月号。ナンバー369。平成27年、2015年、毎月1日発行。表紙、表紙の写真の説明。開館1周年を迎える、三重む、三重県総合博物館と、 学芸員の皆さんです。写真終わり、表紙終わり。特集1、ミエム、三重県総合博物館。共に考え、活動し、成長する博物館。ミエムをもっと楽しもう。4月で、 開館1周年、様々な体験ができるミエムについて、今回は学芸員がおすすめの見どころを紹介します。ぜひご来館いただき、ミエの素晴らしさに触れてみてください。私たちがおすすめを紹介します。と、学芸員稲垣さんと学芸員大田さん。おすすめ、その1。 博物館作りに参加できる。皆さんに役立ち利用しやすい博物館となるようミエムではさまざまなテーマで話し合うみんなで作る博物館会議をオープン前の平成21年度から開催してきましたそこで話し合われた展示物を触って体験したい気軽に立ち寄れる博物館にしてほしいなど 話し合いで出たいくつもの提案が、ミエムで実現されています。これからも楽しい博物館とはどのようなものか、楽しみ方にはどのような形があるのかなど、ワークショップなどを通じて皆さんと生み出していきます。ミエムにご来館の際は、館内に散りばめられたみんなのアイデアを感じ取ってみてくださいね。 ワークショップでは意見交換やものづくりなどさまざまな活動をしていますと館長の布谷さんワークショップの模様の写真が2枚あります1枚目には面白い展示について意見交換2枚目にはみんなで利用方法を考え中と書かれていますおすすめその2。 入場無料のゾーンが忠実ご存知ですか実はミエムにはやってみる調べる伝えるといった学芸員が行う仕事を疑似体験できる「子ども体験展示室」をはじめ無料で楽しめるゾーンがいっぱいあるんですお子さんと一緒に遊んだり一人でのんびりしたり過ごし方は自由 気軽にお立ち寄りください、ね、子ども体験展示室」「子どもたちが楽しみながら身近な自然や文化の不思議を発見できる展示室です」「小さなお子さんも楽しめる触れる展示が特徴です」海「海川山などのいろんな不思議を探してみてね」と学芸員稲垣さん 子供たちが体験している模様の写真があります。化石の発掘調査員になりきってみようと書かれていて、子供がヘルメットをかぶって準備している様子です。学習交流スペース。三重のことがよくわかる三重を知る千冊が自由にお読みいただけます。王三将を三ちゃん。 奇数月の第2土曜日に公開しているお食事会では生態を詳しく観察できますミエムショップオリジナルグッズなどを買うことができるミュージアムショップミエゾウキバスナックミエムキャンディーミエゾウミニタオルミエムボールペンシャープペンの写真があります意外なところでクワガタを発見 いろいろなシルエットを探してみよう壁にクワ型のシルエットが描かれた写真がありますおすすめその3 5月10日まで国宝を展示開館記念企画展第6弾新蘭高田本山千樹寺の至法として津市の千樹寺に収められている 新蘭ゆかりの貴重な国宝など約180件を一挙大公開しています。親鸞自筆の書物類や歴史思想美術史上極めて重要な品がいっぱいの展示三重ム初の国宝展示をどうぞお見逃しなく「津の戦時寺で大切に伝えられてきた素晴らしい国宝です」「すごく貴重な機会ですよ」 学芸員太田さん。秋季企画展秋には鈴鹿夢と挑戦のステージ「ホンダ F1 と鈴鹿サーキット課題」を開催します。お楽しみにさまざまに楽しめるミエム。2年目も好奇心を刺激し新しい発見や学びにつながるような博物館を皆さんと共に作っていきます。 ぜひご期待ください。スタッフに何でもお尋ねください。ご来館をお待ちしてます。と、ミエムのスタッフの皆さん。一年間の奇跡。平成26年4月19日グランドオープン。開館記念企画展第1弾。ミエム発信。5月24日から 開館記念企画展第2弾日本の心第62回神宮式年仙宮写真展6月1日入館者10万人達成7月29日から開館記念企画展第3弾でかいぞ、見えぞ化石が語る巨大像の世界 8月6日、入館者20万人達成。10月11日から、開館記念企画展第4弾。祈りと癒しの地、熊野。11月16日、入館者30万人達成。平成27年、1月10日から、開館記念企画展第5弾。 二人のウェディング事情3月21日から開館記念企画展第6弾親鸞高田本山千住寺の至宝グランドオープンの様子の写真があります問い合わせ先「三重三重県総合博物館」「電話059228の 二二八三。ファックス。零五九二二九の八三一零。メール。大文字 M。I E。大文字 M。U。アットマーク。P R E F。ドット。M I E。ドット。J P。U R L。H T T P。コロンスラッシュスラッシュ。W W W。ドット。B U N K A。ドット。 pref.me.lg.jp i スラッシュ大文字 mie 大文字 mu スラッシュで検索開館時間午前9時から午後7時展示エリアのみ火曜日から金曜日は午前9時から午後5時休館日 月曜日祝日の場合は翌日年末年始12月29日から1月3日観覧料基本展示企画展示には料金が必要です高校生以下は無料特集2県民の日記念事業4月18日は 県民の日です。若い力で目指す希望の見えふるさと学生見えむ県では4月18日土曜日の県民の日に県民の皆さんに郷土への理解や関心を高めていただけるよう県総合文化センター津市一新殿神津ベタで県民の日記念事業を開催します。 今年のテーマは若い力で目指す希望の三重次世代を担う若者たちが様々な取り組みや実践を通じ夢や希望の持てる強度三重を築いていく姿を紹介しますこの機会に三重の魅力について改めて触れてみませんか県民の人は明治4年の廃藩地検であの地県、 後に三重県と解消と渡来県が置かれ明治9年4月18日にその2つが合併して三重県が誕生しましたそして昭和51年に県政100周年を記念して4月18日を県民の日と定めました県総合文化センターではさまざまなイベントが目白押し ステージイベントのほか、子供も楽しめる展示や体験教室、ご当地グルメ、三重の物産などが大集合。ぜひお越しください。約60団体がブースを出展します。10時からオープニングセレモニーを行います。三重大学ゴッツのよさこいえ部もあります。1、ステージイベント。 ホール午後1時から2時三重大学吹奏楽団工学館大学画楽部の演奏会午後2時から3時30分記念講演会夢の実現努力は裏切らない女子ソフトボール元日本代表監督宇津木太子さん2 高等教育機関のコーナー、祝祭広場、午前10時から午後4時、学生が作ったロボット展示、健康チェック、進学相談など。3、人と暮らしのコーナー、祝祭広場と知識の広場、午前10時から午後4時、地震体験者、 県産米の紹介など。四、食の体験コーナー。祝祭広場。午前10時から午後4時。地元食材を使ったグルメ、特産品の販売、試食など。五、自然と環境のコーナー。知識の広場。午前10時から午後4時。水の不思議体験。 木工体験など県内各地の施設も無料開放等を行っています施設によって無料開放等の内容が異なります詳細は各施設へお問い合わせください桑名市六花園長島ふれあい学習館和獣の里稲部市郷土資料館藤原岳自然科学館 屋根のない学校、四日市市、四日市港ポートビル展望展示室、海テラス14、四日市市立博物館、及び四日市郊外と環境未来館、常設展示、ク須歴史民族資料館、旭町、旭町歴史博物館、旭町資料館、 鈴鹿市、鈴鹿市高校博物館。上山市、上山市歴史博物館。関塾、旗子玉屋歴史資料館。関、町並資料館。津市、県立美術館。常設展のみ。三重県総合博物館。基本展示のみ。津市、 カラスパターゴルフ場。雨天時休業。津市とことめの里、一市パターゴルフ場。1ラウンドに限る、18ホール。受付午前10時から午後4時。営業、午前10時から午後5時。津市カラス歴史資料館。津市三杉ふるさと資料館。 津市三杉ふるさと資料館、創作館。工作体験には材料費が必要です。ご希望の方は事前にご連絡ください。国史跡、谷川琴すが旧宅。一神殿寺内町の館。芸能、郷土資料館。三里ふるさと資料館。あの郷土資料館。 スカイランド大ボラパターゴルフ場半額津市フットパーク三杉テニスコート2時間以内予約必要1組あたりコート1面2時間以内松坂市県立三重子供の城材料がなくなり次第終了高須町公園オートキャンプ場 デイキャンプ入場無料予約優先松坂市文化財センター埴輪館松浦武次郎記念館明和町西空歴史博物館伊勢市尾崎学童記念館島市浜島 B&G 海洋センター団体プール使用不可 島市浜島磯体験施設海宝月万博磯。あのり崎東大資料館。島市友山公園キャンプ村。10日前までに予約必要。島 B&G 海洋センター。個人のみ団体不可。玉城町アスピア玉城ふれあいの館。 オリジナルタオルプレゼント、先着200人。渡来町、宮リバー渡来パーク、パターゴルフ場、南伊勢町、アイスの館、展示室のみ。大樹町、大内山 B&G 海洋センター、プール。伊賀市、英楽館、見学のみ。赤池住宅、 見学のみ、伊賀焼伝統産業会館、見学のみ、菅歴史民俗資料館、上野歴史民俗資料館、名張市、夏見廃寺展示館、名張東道家庭跡、小和瀬市、小和瀬市立天文科学館、紀北町、熊野灘臨海公園、 孫太郎オートキャンプ場。テントサイト料金無料。県内在住で海岸清掃に参加いただける方に限る。木永長島郷土資料館。宮間郷土資料館。熊野市。熊野市歴史民俗資料館。熊野市木和鉱山資料館。三浜町。 熊野古道地域センターさぎりの里気宝町うどのふれあい会館開放時間午前9時から午後5時天候等により内容が変更になることがあります西空歴史博物館県立美術館常設展ミエムの写真がありますミエムの写真には ミエムでは、県民の日に合わせ、100年後に伝えたい、私の地元遺産コンテストの表彰式、優秀作品、写真、イラスト、絵画の展示を行います、と吹き出しがあります。問い合わせ先、戦略企画部、電話059-224-2009、ファックス、 059224-2069メール sensomu.pref.me.jp i 戦略企画総務課 urlhttp:/www.pref.me.lg.jp コロン i jp スラッシュ、大文字 d,1、大文字 s, 大文字 e, 大文字 n, 大文字 r, 大文字 y, 大文字 a, 大文字 k, 大文字 u, スラッシュ、k,en,min, スラッシュ、県民の日、三重県で検索特集3、県の組織改正 平成27年4月1日から県の組織が変わりました。国、地方を挙げた地方創生や社会情勢の変化に的確に対応しつつ、三重県民力ビジョン、行動計画の目標達成に向けて組織改正を行いました。主な改正内容は次の通りです。地方創生。 人口減少への対応、づくりに係る施策の推進戦略企画部に人づくり政策総括官を設置し各部局の人づくりに係る施策を県全体として一貫して整合性を確保しながら推進するための総合調整や高等教育機関との連携などに取り組みます。 食の産業振興を。雇用経済部に食の産業政策推進官を設置するなど、三重食の産業振興ビジョンに基づく食の産業としての振興や魅力発信などの取り組みを総合的に推進するための体制を整備します。移住促進。三重県への移住を促進するため、 首都圏からの移住にかかる総合窓口を東京都に設置するなどの取り組みを進めます。スポーツの推進スポーツ推進局に競技力向上推進官を設置するなど体制を充実し平成33年に三重県で開催する国民体育大会に向けトップアスリートの育成強化や 選手指導者の確保など競技力向上の取り組みをより一層推進しますまた全国障害者スポーツ大会や全国高等学校総合体育大会の開催準備のため体制を整備します複雑化深刻化する危機に備える緊急的な取り組み 土砂災害警戒区域の指定推進に向けて、危険箇所における基礎調査の加速や、土砂災害防止施設の整備を進めるため、各建設事務所に職員を配置します。里親制度の推進、里親制度をはじめ、家庭的擁護を推進するため、専任職員を児童相談センター及び 北西児童相談所に配置するとともに、子ども虐待対策官を、子ども虐待対策、里親制度推進官に改めます。看護師の確保、看護職員の総合的な確保対策を推進するため、医療対策局に、看護師確保対策官を設置します。 総合的な国際戦略等の推進国際展開を総合的に推進するため関係業務を国際戦略化に一元化し雇用経済部長の所管とするとともに観光国際局を観光局とし海外誘客の取り組みの充実・強化のため海外誘客課を設置します。 学力の向上児童生徒の学力向上について一定期間で成果を上げることを目指し市・町・教育委員会と連携した小中学校での事業改善を核とした取り組みなどを組織的・集中的に推進するため教育委員会事務局に学力向上推進プロジェクトチームを設置します。 問い合わせ先、総務部総務課、059-224-2236。ファックス、059-224-2125。URL、h t t p w w w p r e f m i e l g j p 大文字 s。 大文字 O、大文字 U、大文字 M、大文字 U スラッシュ。大文字 H、大文字 P スラッシュ。SOSHIKI スラッシュ。SOSHIKI.htm 三重県組織に関することで検索。特集4 統一地方選挙のお知らせ。投票は地方を変える。絶好期。4月12日は三重県知事、三重県議会議員選挙の投票日です。三重県の大事な選挙です。みんなで投票に行こう。と、三重県選挙管理委員会キャラクター、一票。投票日、4月12日、日曜日。 午前7時から午後8時まで。投票時間が繰り上げられている場合があります。詳しくはお住まいの市長選挙管理委員会にご確認ください。投票所。県内29市長の各投票所。投票所は市長選挙管理委員会から送付される投票所入場券でご確認ください。 4月12日日曜日に投票へ行けない場合、期日前投票、または不在者投票を利用してください。期間、三重県知事選挙、3月27日金曜日から4月11日土曜日、三重県議会議員選挙、4月4日土曜日から4月11日土曜日、 投票時時時間、午午前8 8 30分から午後8時まで。期日前投票所不在者投票所が複数設けられている場合それぞれの投票所で投票期間や投票時間が異なる場合がありますのでお住まいの市長選挙管理委員会にご確認ください今回の選挙知事選挙 県議会議員選挙で投票できるのは、三重県内の市長の選挙人名簿に登録されている方です。県内の他の市長に転出1回に限ります。された場合でも投票をすることができますが、引き続き県内に住所を有する旨の証明書が必要となります。詳しくは、 県選挙管理委員会、またはお住まいの市町選挙管理委員会へお問い合わせください。県議会議員の選挙区と定数。桑名市桑名郡選挙区4名。稲部市稲部郡選挙区2名。四日市市選挙区7名。三重郡選挙区2名。 鈴鹿市選挙区4名亀山市選挙区1名津市選挙区7名松阪市選挙区4名滝郡選挙区2名伊勢市選挙区4名鳥羽市選挙区1名島市選挙区2名渡来郡選挙区2名 伊賀市選挙区3名名張市選挙区2名尾鷲市北室郡選挙区2名熊野市南室郡選挙区2名よくあるご質問質問1投票所入場券が届かないときやなくしたときは回答 投票所入場券は投票用紙をお渡しする際に本人確認を円滑に行うためのものです選挙人名簿に登録され選挙権がある方は投票できますので投票所の受付係員にお申し出くださいなお本人であることを確認するため身分を証明できるものの提示を求められる場合があります質問2 知事選挙と県議会議員選挙、両方同時に期日前投票を行うことはできますか回答。知事選挙と県議会議員選挙では、期日前投票の開始日が異なります。同時に投票いただけるのは、4月4日土曜日からになります。不在者投票についても同様です。 質問3。県内で引っ越しをしました。どこで投票すればよいですか回答。引っ越しをされた時期などにより異なります。詳しくはお住まいの市町の選挙管理委員会へお問い合わせください。問い合わせ先。三重県選挙管理委員会事務局。電話。A59-224-2172。 fax 059-224-2371メール senkan.pref.me.jp i url http://www.pref.me.lg.jp コロン i JP スラッシュ、大文字 S、大文字 E、大文字 N、大文字 K、大文字 A、大文字 N スラッシュ、大文字 H、大文字 P スラッシュ、三重県選挙で検索。イベントガイド、4月から6月。開花状況等により、日程など変更される場合があります。 詳細についてはお問い合わせください。最新情報は三重テレビのデータ放送1日10日20日更新でご覧になれます。北西桑名市田戸祭り揚げ馬新事5月4日月曜日祝日午後1時から5日火曜日祝日 午後2時から。神馬一帯となって約2メートルの絶壁を駆け上がる神事で、700年近い歴史がある、三重県無形民族文化財です。場所、多度大社、多度町多度、1681、養老鉄道多度駅より徒歩およそ20分、東名阪自動車道桑名東インターより、 車で、およそ10分。問い合わせ先、田戸大社。電話、059448-2037。北西、稲部市。ぼたん祭り、4月下旬から5月上旬。東海地区最大級のボタン園には、色鮮やかな大輪の花が咲き誇ります。 期間中は、ボタンの苗木等の販売も行います。場所、市農業公園エコ福祉広場、藤原町金江3071。料金、大人500円。小学生以下無料。東名阪自動車道桑名インターより、稲部方面へ車でおよそ50分。 問い合わせ先、市農業公園。電話05、059446-8377。北西、四日市市。春のワクワクふれあいまつり、in 四日市。4月25日土曜日。26日日曜日。各施設でさまざまなイベントを行います。 各施設間は無料バスで移動することができます。場所、四日市スポーツランド、ふれあい牧場、少年自然の家、星の広場、県環境学習情報センター、桜町、水沢町、東名阪自動車道、四日市インターより車でおよそ15分、問い合わせ先、 実行委員会事務局。電話059-326-5415。北西小物町竹成五百羅漢春の大日祭り。4月18日土曜日。19日日曜日。午前10時から。雨天決行。 小高い月山に並ぶ無数の羅漢像を眺めながら、湯の山総平大庫や郷土芸能をお楽しみください。場所、竹成500羅漢、竹成2070、近鉄四日市駅より参考バス、竹成からすぐ、東名阪自動車道四日市インターより県道140号、ミルクロード経由、 車でおよそ30分。問い合わせ先、竹成観光協会。電話05、059396-0837。北西、鈴鹿市、鈴鹿市植木祭り。4月11日土曜日から19日日曜日。午前9時から午後4時。 内容、植木産地ならではの植木大即売会、寄せ植え体験、苗木のプレゼントなど盛り沢山のイベントです。場所、鈴鹿フラワーパーク、笠戸町1690の1。料金、一部体験イベントは有料。交通手段、近鉄平田町駅よりコミュニティバス、シーバス、 山フラワーパークからすぐ東名阪自動車道鈴鹿インターより東へ車でおよそ15分問い合わせ先植木振興会事務局電話059382-9017鈴鹿フラワーパーク電話059367-3455 開催期間中のみ。北西、亀山市、富士の寺、大岩寺。4月下旬から5月上旬。樹齢160年ほどで、富士の名所と言われています。一本の大木で、花房が1メートル以上にもなり、境内は甘い香りに包まれます。場所、大岩寺。 墨山町料金富士保存協力金高校生以上200円 JR 亀山駅より車でおよそ5分問い合わせ先大願寺電話 059582−0824 中南西津市高虎楽座 4月18日土曜日午前10時から午後4時伝統芸能、音楽演奏を披露する高虎座やフリーマーケットなどが並ぶ賑わい市など盛り沢山の催しです場所大門フェニックス通り津市真ん中広場 JR 近鉄津駅より参考バス 三重会館前からすぐ問い合わせ先運営協議会事務局電話「0 5 9 2 2 9 3 1 6 9伊勢島、鳥羽市」「石神さん春祭」「り。5月7日木曜日」「女性の願いを一つは叶えると伝えられている石神さん」 春祭りでは、天の大量祈願と、対岸成就を願います。場所、新明神社、石神山、大札町、1237、鳥羽バスセンターより、かもめバス、大札から徒歩およそ7分、伊勢自動車道、伊勢西インターより、伊勢二見鳥羽ライン経由、車でおよそ50分、 問い合わせ先観光課電話0 5 9 9 2 5 1 1 5 7伊賀伊賀市伊賀線祭り5月3日日曜日祝日午前10時から午後4時電車の撮影会や鉄道模型展示のほか車掌 危機操作体験。線路上を走る軌道自転車体験などができる楽しい鉄道イベントです。場所。伊賀鉄道上野市車庫。上野丸の内。伊賀鉄道上野市駅よりすぐ。申し込み方法等。事前申し込み不要。問い合わせ先。伊賀鉄道上野市駅。 電話059521-3231伊賀名張市名張桜祭り3月27日金曜日から4月26日日曜日桜の開花状況により日程の変更あり 4月18日土曜日のイベント日には、ダンス等の舞台イベントや、飲食等の出店などがあります。午前10時から。公展時は19日日曜日。場所、名張中央公園、夏見2812。料金、イベント日のみ、体育館前、駐車場有料。 近鉄名張駅より参考バス、夏見から徒歩およそ10分、名阪国道、張または上野インターより車でおよそ30分、問い合わせ先、実行協議会事務局、電話05、059563-0080、東紀州、熊野市、 オープンガーデン熊野2015 4月1日水曜日から5月6日水曜日休日一般家庭や事業所のお庭を公開しています詳細はガイドブック熊野市役所熊野市観光公社市内観光施設等で配布をご参照ください場所 市内の各家庭や事業所及びポケットガーデンなど。料金、無料、問い合わせ先、市長公室企画調整第一係、平日のみ。電話059789-4111、代表。県施設イベント。県立美術館。 特集展示島田あゆこ展4月4日土曜日から6月21日日曜日午前9時30分から午後5時最終入館は午後4時30分休館月曜日祝日の場合はその翌日 日本洋画界を代表する島田鮎子の作品が寄贈されたことを記念してその画業を紹介します場所県立美術館柳原吉達記念館津市大谷町11料金一般300円学生200円高校生以下無料 JR 近鉄津駅西口より徒歩およそ10分または参考バス美術館前からすぐ伊勢自動車道2インターより車でおよそ15分問い合わせ先県立美術館電話059-227-2100写真島田あゆ子 花の周り、油彩、キャンバス、2005 11、116.7×91.0、三重県立美術館像、写真終わり。県文化会館、三重音楽コンクール入賞者記念演奏会、ボリューム16、4月26日日曜日、午後2時開演。 午後1時30分会場。県内若手音楽家の登竜門、三重音楽コンクール。昨年の第20回入賞者のフレッシュな演奏をお楽しみください。場所、県文化会館、大ホール、津市一新殿高津べた、1234。料金、全席自由、1000円。 JR 近鉄津駅西口より徒歩およそ25分または参考バス総合文化センター前からすぐ伊勢自動車道2インターより車でおよそ10分問い合わせ先県文化会館チケットカウンター電話059-233-1122 西空歴史博物館春季企画展トラベル図鑑4月25日土曜日から6月7日日曜日午前9時から午後5時入館は午後4時30分まで休館月曜日祝日の場合はその翌日古くから人々を魅了し続けた伊勢島への旅を 古代から現代までの乗り物を通して紹介します。場所、西空歴史博物館特別展示室。滝郡明和町竹川503。料金、一般150円、大学生120円、高校生以下無料。近鉄西空駅より徒歩およそ15分。 伊勢自動車道玉木インターより車でおよそ20分。問い合わせ先。最空歴史博物館学芸普及課。電話059652-7026。県立三重子供の城。忍忍忍者体験2。3月28日土曜日から。 5月17日日曜日午前10時から午後4時30分休館毎週月曜日3月30日5月4日を除く4月7日火曜日15日水曜日5月7日木曜日12日火曜日13日水曜日 みんなでニンニン、修行をするでござる。飛び石修行や手裏剣投げなど様々な修行をクリアしよう。場所、県立三重子供の城。料金、体験料200円。県立三重子供の城フェスティバル2015。5月2日土曜日から。 5月6日水曜日休日午前9時から午後5時内容三重子どもの城のゴールデンウィークはイベント盛りだくさん楽しいステージや工作メニューで思いっきり楽しもう料金無料一部有料場所県立三重子どもの城県立三重子どもの城 場所、松阪市立野町1291中部大運動公園内交通手段 JR 近鉄松阪駅より参考バス中部中学校口から徒歩約15分伊勢自動車道松阪インターより車でおよそ15分問い合わせ先、県立三重子供の城 電話059823-7735県立熊野古道センター企画展熊野のアーティスト2015熊野のいざない4月11日土曜日から5月10日日曜日午前9時から午後5時神秘的な世界観を表現した 新谷竹文の絵画やリアルで美しいカラー魚卓など、熊野のアートの数々をお楽しみください。場所、県立熊野古道センター、企画展示室、和瀬市向井、12-4、JR 和瀬駅より、ふれあいバス熊野古道センター前からすぐ、帰省自動車道、 おせ北インターより車でおよそ10分問い合わせ先県立熊野古道センター電話059725-2666お知らせ案内募集試験案内春のキッズエコフェア4月25日土曜日 26日日曜日体験や工作などを通して楽しく環境を学ぶ春のキッズエコフェアを開催します時間両日午前10時から午後3時場所県環境学習情報センター四日市市桜町3684-11参加費無料 飲食など一部有料ブースあり詳しくはホームページをご覧いただくかお問い合わせくださいまた同日にセンターと近隣施設が合同で行う春のワクワクふれあい祭り in 四日市も開催します問い合わせ先県環境学習情報センター電話0 5 9 3 2 9の9 200 0 URLhttp://www.ec o-mie.com 三重環境学習で検索自転車による発電体験の写真があります クレジットカードで自動車税が払えます。インターネットを利用して、いつでもどこでもクレジットカードで納税できます。ぜひご利用ください。利用できる期間は平成27年5月1日金曜日、午前9時から6月1日月曜日、午後11時まで。1台につき、 432円の決済手数料がかかります詳しくはホームページまたは5月に送付する納税通知書でご確認ください問い合わせ先総務部税務企画課電話059-224-2397自動車税事務所業務課電話 059-223-5040URLHTTP コロンスラッシュスラッシュ WW.pref.mie.lg.jp スラッシュ大文字 z 大文字 e 大文字 i 大文字 m 大文字 U スラッシュ大文字 H 大文字 P スラッシュ CREDIT スラッシュ三重クレジット納税で検索緑の募金のお願い毎年4月15日から5月14日までの緑の月間に合わせて公益社団法人 三重県緑化推進協会と県市長が連携し、県内各地で緑の募金活動を展開しています。集まった募金は同協会を通じて森林整備や緑化推進等に役立てられています。森林や身近な緑を守るため、緑の募金にぜひご協力ください。問い合わせ先、公益社団法人、 三重県緑化推進協会。電話 059-224-9100URL h t t p w w w z t v n e j p w e b m i e r y o k usui スラッシュ三重県緑化で検索園児による花植えの様子緑の募金を活用の写真があります県民の皆さんの幸福実感を調査しました1万人の県民の皆さんを対象に第4回三重県民意識調査を行い 幸福感や地域や社会の状況についての実感などをお聞きしました。結果を集計した報告書は4月下旬に県庁や各県庁舎、地域防災総合事務所、地域活性化局等に配置するほか、県ホームページでもご覧いただける予定です。問い合わせ先、戦略企画部企画課、電話、 059-224-2025メール k i k a k u k atmark p ref.mie.jp url http コロンスラッシュスラッシュ www.pref.jp mie.lg.jp 大,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 大文字 k、大文字 i、大文字 k、大文字 a、大文字 k、大文字 u、大文字 k 大文字 h、大文字 p mie、is、h、ik、i スラッシュ。 見え意識で検索登山をされる皆さんへ昨年県内では山の事故が69件発生しました山の事故は事前の準備や注意で予防できます登山の際には次のことを守ってください自分の体力に応じた山やコースを選びましょう 単独登山はなるべく控え、登山の計画は必ず家族などに知らせてください。天候に注意するほか、万一に備え、雨具、照明具、非常食、地図など、十分な装備品を必ず携行してください。問い合わせ先、警察本部、地域課。電話、059、 222-0110代表伊勢神宮ゴールデンウィークのシャトルバス運行交通渋滞対策のため県営サンアリーナ周辺に臨時駐車場を設置し内空下空方面へシャトルバスを運行します日時5月3日日曜日から 5日火曜日午前9時から午後4時最終便時間サンアリーナ周辺発午後4時内空周辺発午後6時30分下空周辺発午後6時30分料金駐車整理料として1台1000円シャトルバス無料 問い合わせ先、伊勢地域観光交通対策協議会。事務局、伊勢市役所交通政策課。電話05、0596-21-5703。平日のみ URL。URL、http コロン、スラッシュスラッシュ、ra, ku, ra, ku, ise.jp ス,スラッシュ楽ラ々クラク伊勢モーデで検索募集県営住宅の入居者県営住宅入居者4月定期募集を行います郵送のみによる受付募集期間4月3日 金曜日から30日木曜日。期間内の消し印有効。申し込み問い合わせ先。北西ブロック。鈴鹿亀山不動産事業共同組合。電話059373-6802。中西伊賀ブロック。伊賀 南部不動産事業共同組合。電話059-221-6171。南西東奇襲ブロック。三重県南西地区管理事業共同体電話059-222-6400。URL。 htp t コロンスラッシュスラッシュ www.pref.mie.lg.jp スラッシュ大文字 j、大文字 u、大文字 t、大文字 a、大文字 k、大文字 u、スラッシュ大文字 h、大文字 p、スラッシュ e- イフ住まいみえ」で検索音訳奉仕者養成講習会視覚障害者の読書のために声の図書を制作する音訳奉仕者を養成します対象県内居住で10回の講習会に参加できる方音訳の経験がない方パソコンが使える方 放置活動ができる方。募集人数。平日半日コース。土曜一日コース。各25人。受講期間。5月から6月。計10回。会場。視覚障害者支援センター。津市桜橋2。2-131。申し込み。 4月30日木曜日筆着申し込み方法申し込み書に必要事項を記入の上提出してください問い合わせ先資格障害者支援センター電話059-213-7300メール mieten アットマーク zc.ztv.ne.jp url http://www.zc.ztv.ne.jp m.i.e. t, e, n, スラッシュ p 三重県四角で検索古典文学講座古事記を読む古事記に記された神話や伝説などの様々な出来事について読み解きます講師は奈良大学市長勤講師鈴木隆さんです日時 1五月三十日土曜日2七月十八日土曜日3九月十九日土曜日4十一月二十八日土曜日5平成二十八年一月二十三日土曜日6平成二十八年三月十九日土曜日 午後1時30分から3時。場所、最空歴史博物館行動。募集人数、125人。応募多数の場合は抽選。申し込み、4月10日金曜日から30日木曜日。申し込み方法、往復はがきに住所、 名前、電話番号を明記してお送りください。一通につき一人まで。問い合わせ先、西空歴史博物館、古典文学講座係。郵便番号515-0325。滝郡明和町竹川503。電話、 059652-3800代表 URLhttp:/www.bunka.pref.mie.lg.jp SAIKU S スラッシュ最空歴史博物館で検索平成27年度三重県職員等採用候補者試験試験名県職員 A 試験受験案内等配布開始日5月15日受付期間 5月15日から6月2日。第1次試験日、6月28日。主な受験資格。1、昭和61年4月2日から平成6年4月1日までに生まれた人。行政2のみ昭和58年4月2日から平成6年4月1日まで。2、 平成6年4月2日以降に生まれた人で、大学、短期大学を除くを卒業または平成28年3月31日までに大学を卒業する見込みの人と、人事委員会がそれと同等の資格があると認める人。県職員 B 試験受験案内等配布開始日。 7月3日受付期間7月24日から8月25日第一次試験日9月27日主な受験資格昭和63年4月2日から平成8年4月1日までに生まれた人県職員 C 試験受験案内等配布開始日 7月3日受付期間7月24日から8月25日第1次試験日9月27日主な受験資格平成6年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた人警察官 A 試験特別募集平成27年10月採用 受験案内等配布開始日、3月24日受付期間、3月24日から4月21日第1次試験日、5月10日主な受験資格、昭和57年4月2日以降に生まれた人で大学、短期大学を除くを 卒業または平成27年9月30日までに大学を卒業する見込みの人と、人事委員会がそれと同等の資格があると認める人。警察官、A 試験、通常募集、平成28年4月採用、1回目。受験案内等配布開始日、3月24日。 受付期間3月24日から4月21日第1次試験日5月10日主な受験資格昭和58年4月2日以降に生まれた人で大学短期大学を除くを卒業または平成28年3月31日までに大学を卒業する見込みの人と 人事委員会がそれと同等の資格があると認める人。警察官、A 試験、通常募集、平成28年4月採用2回目。受験案内等配布開始日、7月3日。受付期間、7月24日から8月25日。第一次試験日。 9月20日主な受験資格昭和58年4月2日以降に生まれた人で大学短期大学を除くを卒業または平成28年3月31日までに大学を卒業する見込みの人と人事委員会がそれと同等の資格があると認める人警察官 B 試験 通常募集、平成28年4月採用。受験案内等配布開始日。7月3日。受付期間。7月24日から8月25日。第一次試験日。9月20日。主な受験資格。昭和58年4月2日から平成10年。 4月1日までに生まれた人で、警察官 A の学歴要件に該当しない人。市町立小中学校職員 B 試験。受験案内等配布開始日。7月3日。受付期間。7月24日から8月25日。第1次試験日。9月27日。 主な受験資格昭和63年4月2日から平成8年4月1日までに生まれた人市町立小中学校職員 C 試験受験案内等配布開始日7月3日受付期間7月24日から8月25日第1次試験日 9月27日、主な受験資格。平成6年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた人。各試験は計画であり、試験の実施の有無や日程、受験資格など一部を変更する場合があります。また、試験区分、採用予定数等については、 受験案内配布時期に決定しますので、各受験案内でご確認ください。受験案内配布場所。○1 ホームページ。三重県職員採用案内ホームページ。URL。h t t p w w w g o o c o m pref.mie.lg.jp スラッシュ、sayo スラッシュに受験案内を掲載します。なお、同ホームページからは、インターネットによる受験申し込みが可能です。インターネットでのお申し込みは、 先に述べた受付期間終了日の正午までです。丸2、県庁等、県庁総合案内、各県庁舎、地域防災総合事務所、地域活性化局、島建設事務所、県東京事務所、都道府県会館11階、県関西事務所、 大阪駅前第4ビル8階問い合わせ先県人事委員会事務局電話059-224-2932三重県職員採用 Facebook ページでも採用試験に関する情報などを掲載しています URL https://www.facebook.com/.mie.pref.saiyo クラスト県税不動産取得税とは 不動産取得税は、不動産・土地・家屋の取得に対して、その不動産の取得者に課される税金です。不動産の取得という行為には、一般的にその背後に単税力・税を負担する能力があるものと考えられ、その単税力に着目して課されるもので、税の性格は流通税とされています。 流通税は権利の取得・移転をはじめとする各種の経済取引等が行われたことにより課される税金です不動産を取得する際に代金を払ったかどうかや当該不動産を取得したことによって何らかの利益を得たかどうか等は問わず不動産の所有権を得たら課されることとされています 問い合わせ先総務部税収確保課電話 059-224-2128URLhttp:/www.pref.me.lg.jp: i 大文字 z 大文字 e 大文字 i 大文字 M、大文字 U、スラッシュ、大文字 H、大文字 P、スラッシュ。三重県税のページで検索。健康づくり。健康で暮らしを豊かに、虫歯予防に復活物を。おいしいものを楽しく食べるためには、健康な歯が大切です。では、 歯を失ってしまう原因となる虫歯を防ぐには、歯磨きだけで十分でしょうか。歯磨きは確かに大切ですが、虫歯になりやすい奥歯の噛む面の溝には歯ブラシが届きません。虫歯予防には、毎日の歯磨きやバランスの良い食生活に加え、歯の再石灰化を促進する復活物の利用が重要です。 主な方法を3つご紹介します。歯磨き剤。今はほとんどの歯磨き剤に復活物が入っています。歯に塗る。歯医者さんで復活物を歯に塗ってもらうことができます。ブクブクうがい。復活物の入った水でブクブクうがいをすることです。最も効果が高い利用法です。一つではなく、 できるだけ多く組み合わせることが効果的ですあなたに適した使い方を歯医者さんや歯科衛生士さんに聞いてみましょう問い合わせ先健康福祉部医療対策局健康づくり課電話059-224-2294ファクス059-224-2340 urlhttp コロンスラッシュスラッシュ www.pref.me.lg.jp i スラッシュ大文字 k 大文字 e 大文字 n 大文字 k 大文字 o 大文字 t スラッシュ大文字 h 大文字 p スラッシュ hpm21 スラッシュ ヘルシーピープル見えで検索シリーズ人権イベント会場などでの人権啓発人権が尊重される社会を作るためには一人一人が人権への関心を高めることが大切です県人権センターでは人権講演会や研修会にご参加いただけない 県民の方々への人権啓発としてイベント会場や大型商業施設で対話形式での意見交換や人権に関するアンケートを行っています。また、命の大切さなどをテーマにした人権フォトコンテストや子どもたちが描いた人権ポスターの入選作品も展示しています。 県民の皆さんの作品に込められたメッセージ等から人権の大切さを感じ取っていただければと思います。なお、4月18日土曜日には、県総合文化センターで開催する県民の日記念事業に出展しますので、ぜひお立ち寄りください。問い合わせ先、県人権センター、電話059、 233の5501ファクス059233の 5511URLHTP t コロンスラッシュスラッシュ WW.PREF.MIE.LG.JP スラッシュ大文字 J 大文字 I 大文字 N 大文字 K 大文字 E 大文字 N 大文字 C、スラッシュ、大文字 H、大文字 P、スラッシュ。三重、人権で検索。甘って永安、11。三重県と千葉県の甘寮。鳥羽島絵さんのイラストがあります。今回は前回の石川県に続き、千葉県と三重県の甘寮を比べてみます。まず、 一人で漁を行うスタイルですが、三重県では勝戸と呼び、岸から深さ約10メートルの漁場まで泳いでいきます。一方、千葉県では名田甘と呼び、潜らずに浅瀬で行います。また、深い漁場へ行き、男女二人で漁を行うスタイルは、一人が海底まで潜って、もう一人が船の上から引き上げますが、 引き上げに滑車を使う三重県では船戸滑車を使わない千葉県では目音尼と呼ばれていますその他5から10人程度の尼が一隻の船で漁場に向かうスタイルも三重県では乗り合い千葉県では船尼と呼んでいます同じように見える尼漁ですがそれぞれの地域で特色があります 写真説明三重県の勝戸三重県の船戸説明終わり問い合わせ先教育委員会事務局社会教育文化財保護課電話0 5 9 l, Ch 2 2 4 3 3 2 8 u r l h t t p w w w bunka.pref.me.lg.jp i スラッシュ bunkazai スラッシュ三重県教育委員会みんなで守ろうで検索連載第11回地域の魅力をご紹介 レッツり、実はそれ全部三重,なんです三重県観光キャンペーン2013年4月から2016年3月別宮の遷宮と鳥居の建て替え神宮125社のうち内宮下宮に次いで重要とされる14の別宮でも遷宮が行われました。 新名作りの真新しい社殿を間近に拝することができますまた昨年10月に建て替えられた内宮宇治橋の鳥居の古材は5月に桑名市の七里の渡し跡と亀山市関宿の東の追い分けの鳥居に引き継がれ建て替えられますこちらも是非お越しください写真説明 四宮宮、の社殿が並ぶ月読みの宮右から順に「月読みの荒見玉の宮」「月読みの宮」「いざなぎの宮」「いざなみの宮」「七里の渡し跡に立つ伊勢の国一の鳥居」「関宿の東の追い分けに立つ鳥居」「説明終わり」「詳しくは各観光協会まで」「伊勢市観光協会」 電話059628-3705伊勢市別宮で検索桑名市観光協会電話0594-24-1231桑名市七里の渡し跡で検索亀山市観光協会電話0595-97-8877亀山市 東の追い分けで検索問い合わせ先「雇用経済部観光国際局観光政策課」「電話0 5 9 2 2 4 2 0 7 7ファクス0 5 9 2 2 4 2 4 8 2東京日本橋三重テラス」より毎月お届けします。 日本橋は春のうららかなな陽気となり、桜を楽しむ人でにぎわっています。三重県は知る人ぞ知る全国3位のお茶どころ三重テラスでは新茶の季節に向けて4月上旬に三重伝統の手もみ茶の作り方や試飲等の伊勢茶イベントを開催し三重の陽春を体感していただきます。問い合わせ先 三重県営業本部担当課三重テラス駐在電話035542-1035三重テラスで検索連載第11回みんなで作る人と動物の共生社会狂犬病の蔓延を防ぐために国内での狂犬病の蔓延を防ぐため 狂犬病予防法に基づき、次のことが犬の飼い主に義務付けられています。飼い犬の登録と年1回の狂犬病予防注射、飼い犬への観察と注射済み表の装着、飼い犬の死亡や住所変更の届出など、毎年4月にお住まいの市長で、 犬の集合注射が実施されますお近くの動物病院でも予防注射を受けることができますので必ず予防注射を受けさせましょう登録等の手続きについてはお住まいの市町窓口へご相談ください狂犬病ってどんな病気狂犬病は犬だけでなく人も含めたすべての哺乳動物に感染し 症状が出るとほぼ100%死に至る恐ろしい病気です。日本、オーストラリアなどの一部の国を除いて全世界で発生し、毎年約5万5千人が狂犬病にかかり死亡しています。主に狂犬病の犬に噛まれることで感染が広がることから飼い犬に予防注射を行い、 犬の狂犬病を予防することが人への感染を防ぐ有効な方法です。また、海外ではむやみに動物に近づかないようにしましょう。問い合わせ先健康福祉部食品安全課電話059-224-2359ファクス059-224-2344メール s h o k u s e i at mark <www>. pref.me.jp i urlhtp://ww.pref.me.lg.jp:/ t colon w i 大文字 s 大文字 h 大文字 o 大文字 k 大文字 U 大文字 S 大文字 E 大文字 I スラッシュ大文字 H 大文字 P スラッシュ ANIMAL スラッシュ「三重動物関係」で検索「連載第11回、少子化対策。三重出会いたい生みたい育てたいスイッチ」 子供思春期、結婚、妊娠、出産、子育て、働き方、切れ目のない支援。スイッチ11、三重でええ人見つけよに、三重出会いサポートセンター。県では少子化対策の取り組みの一つとして、結婚を希望する人を支援する、三重出会いサポートセンターを昨年12月に開設しました。 出会いの場や各種セミナーなどの情報発信を行うほか、市長等の結婚支援に関する取り組みも応援していきます。主な事業内容、ホームページやメルマガによる出会いの場の情報提供、出会いイベントやセミナー等の情報を紹介します。登録無料のメルマガ会員も募集中です。 詳しくはホームページをご覧ください三重県オリジナルコミュニケーションツールカードの活用出会いイベントで初めて会った人たちの会話のきっかけ作りになるようお互いを知るためのオリジナルカードを作成しました出会いイベントに貸し出しますのでぜひご活用ください 市、町等の結婚支援に関する取り組みの支援、アドバイザー、派遣等、市、町等が行う結婚を支援する事業に対して助言や協力を行う専門家をアドバイザーとして派遣します。企業や団体の方もみんなで出会いを応援しませんか三重出会いサポートセンター、電話、 059355-1322ファックス059355-1321メール info.deai-me.jp i 四日市市安島1-3-31ララスクエア四日市4階 毎週月曜日から金曜日年末年始を除く午前10時から午後6時 URLhttps://www.deai-mie.jp//「みえ出会いサポート」で検索「地図説明」 国道1号線の諏訪栄町交差点を西へ、近鉄四日市駅を越えて、都ホテル近くの信号を右折。ホテルの北側がララスクエア四日市です。地下駐車場の入り口は東側に、立体駐車場の入り口は西側にあります。説明終わり。問い合わせ先。 健康福祉部、子供、家庭局、少子化対策課。電話、059-224-2269。ファクス、059-224-2270。メール、sho, shik, a, pref.me.jp i。url、http:// スラッシュスラッシュ www.shoshika.pref.mi.lg.jp e スラッシュみえこどもスマイルネットで検索連載第11回皆さんからの質問コーナー 県政や消費者トラブルなどに関するご質問にお答えします。暮らし、農業大学校について。質問、農業大学校とはどんな学校でしょうか三重県に農業大学校があると知りました。農業に興味があるので詳しく知りたいです。また卒業後はどんなところに就職できますか回答。 優れた農業経営者等を養成するため、県が設置している教育研修機関です。2年課程と1年課程があり、県内での就農を目指す18歳から60歳までの方が学んでいます。入校には選抜試験がありますので、受験資格や試験内容等、詳しくは農業大学校へお問い合わせください。また、 毎年8月にオープンキャンパス体験入校を開催していますので興味のある方は是非ご参加ください卒業生には現在指導農業士や青年農業士として地域農業のリーダーとなっている方や JA 市町等へ就職し指導者として活躍されている方も多く各地の 農業法人等から学校に即戦力となる人材候補の求人があります。問い合わせ先農業大学校電話0598-42-1260メール nodai.pref.mie.jp 松阪市嬉野川北町 530URLhttp://www.mate.pref.mi.lg.jp e スラッシュ大文字 n 大文字 o 大文字 d 大文字 a 大文字 i スラッシュ 三重県農業大で検索県政に関するあなたの声をお寄せください県民の声相談室電話0 5 9 2 2 4 2 6 4 7フックス0 5 9 2 2 4 3 0 0 9メール soudan.pref.me.jp i みんなで作る三重の防災・減災の輪。防災の日常化で災害に強い地域づくりを。自助、自分の身は自分で守る。公助、行政、防災、関係機関が担う。共助、地域はみんなで守る。情報収集と早めの避難を、と、ナマズ博士。 激化する風水害に対して万全の備えを三重県新風水害対策行動計画を策定しました近年台風の大型化や局地的大雨の頻発などにより風水害が増加する傾向にありこれまでにもまして的確な対応が必要になってきていますそこで県では こうした風水害に対する万全の備えを進めるため、三重県新風水害対策行動計画を策定し、平成27年3月に公表しました。この計画では、特に注力して取り組むべき重点的取り組みとして、土砂災害対策や洪水高潮対策にハード・ソフトの両面から取り組むとともに、 地域の組織力を充実強化するための施策や県民の皆さんが地域で起こりうる風水害リスクについて認識し行動に結びつけていただくための対策などを進めることを掲げました自助・共助公助全員の力を集結し風水害に対する備えを万全なものにしていきたいと考えています。 問い合わせ先防災企画地域支援課電話059-224-2184メール bosai.pref.me.jp i 三重県新風水害対策行動計画はホームページからご覧いただけます URL http://www.boseime.jpslushindex.action。防災三重 .jp で検索。県政だより三重の最新情報はテレビのデータ放送で。 三重テレビ7チャンネルプラス D ボタン放送時間帯であればいつでもご覧になれます。1、三重テレビ7チャンネルにチャンネルを合わせリモコンの D ボタンを押します。D ボタンの位置、表記は機種によって異なります。2、上下キーで、牽制だより三重を選んで決定ボタンを押します。 画面表示に数秒かかります。3、項目を選択して決定ボタンを押すと、詳細情報が見られます。d ボタンを押すと、通常のテレビ番組に戻ります。三重県議会だよりも同様の手順でご覧になれます。問い合わせ先、戦略企画部校長広報課、電話059 224-2788三重県の人口世帯数平成27年1月1日現在人口181 18万8847人男性88万5726人女性93万3121人 世帯数72万1894世帯問い合わせ先編集発行三重県校長広報課郵便番号514-8570津市公明庁13電話059-224-2788 ファックス059-224-2032メール koho at mark pref.mie.jp 県庁電話案内各課ご案内電話0 5 9 2 2 4 3 5 9 2 2 4 3 0 7 0 現ホームページでも、天性だより見え、声の見え県だよりを配信しています。URL、http://www.pref.me.lg.jp:/ コロンススララッッシシュュ i スラッシュ大文字 d、大文字 a、大文字 y、大文字 o、大文字 r、大文字 i、スラッシュ。 編成だより見えで検索